はい、皆さん、こんにちは。今日は、すごい、お客様をお迎えしています。私が、27年前ですね、93年に、日本で、イタリアの食材を、関西で紹介していたときにですね、もう、当時、大阪でですね、もうすでに有名なお店、ポンテベッキョさんに、山根シェフです。山根大輔さんです。よろしくお願いします。お願いします。はい。ポンテベッキョの山根です。よろしくお願いします。93年に、ポンテベッキョさんにお伺いした頃ですね、日本の、イタリア料理店というのは、そんな、今ほどはなかったと思うんです。どんな感じだったでしょうか。まあ、日本の話ね、当時のね。日本の話ですね。いや、もう結構ありましたよ。93年でしょ。バブルの前ぐらいにものすごく増えたんですよ。僕が店始めたのは86年なので、その頃ぐらいから増え始めて、バブルっていうのが88年から90年ぐらいにかけての3年間あったんですけど、その時にもうものすごく増えました。で、板食ブームみたいなのがあってね、イタリア料理店のことを板食屋とか言ってましたけど、それで相当あるのはありましたよ。炒めしとも言ってましたね、当時。飯というのはね。山根シェフが修行に行かれた時というのは何年からなんですか？僕、84年ですね。84年にイタリアに、84年4月に行きましたね。まあ、当時イタリア、日本では、当時日本では、イタリア料理店はまだ少なかったでしょうか？まあ、今ほどではなかったですね。84年ぐらい。僕が料理を、イタリア料理始めたのが81年ぐらいから本格的に始めたんですが、その頃は本当に少なかったです。しか店を選べなかったぐらいでしたね。で、そういう店で働いた人たちがぼちぼち店を始めようかという頃、でもまだ84年、僕がイタリアに立った頃は、確かに少なかったですね、まだイタリア料理店は。日本で当時やったイタリア料理というのが、まあ言えば少し、一時代前のイタリア料理ですね。古典的な、当時も日本にあったような本に書かれているようなイタリア料理をそのまま再現する店がばっかりだったんですね。だからまあ、イタリアに行く人もそれほど多くなかったので、まあ旅行にイタリアに行って食べるような感じで、それを日本で味わうための店だったんですね。だからまだ食材的にも日本料理とか当時のフランス料理とかの一流店と言われるところで使われているような、優れた食材を使うこともなく、まあ言えば、缶詰のトマトをちゃちゃって潰して、魚介とか一緒に炊いて、トマトソースにしたらイタリア料理みたいな、そんな感じすらあったし、生ハムもまだ、日本で輸入が解禁になっていなかったので、本物の生ハムがなかったんですよ。バジリコもなかった。シソ使った。オリーブオイルはあるにはあったけども、まだ今みたいにエクストベルジネの、質のいいものはなかったんですよ。で、そんな時代だったので、僕はやっぱり日本でイタリア料理を続けていくことにもう行き詰まりを感じたというかね、もう限界を感じてしまったんです。本物かどうかもわからないし、古臭い料理やってるなと。で、いわゆるそのトップの料理じゃなかったんですよ。食材もトップじゃないし、調理技術もまだまだちゃんとは紹介されてなかった。ピッツァもあったけども、普通のオーブンで焼くようなピッツァしかなくて、薪の窯も、まあ一部にはあったでしょうけど、ほとんど一般的ではなかった。これはもう、イタリアに行って、本当のものを見るしか、もうしょうがないっていう状態になりました。それで行くことにしたんですね。これで収穫はありましたでしょうか？もちろんありました。最初はもっと、例えば魚介の料理なんかが、たくさんの種類があってね、すごくバラエティに富んで、日本でまたそういう、日本人ってまあ魚が基本的に好きですよね。イタリア人、日本の、その当時、日本から見たイタリア人っていうのは、魚介をすごくたくさん食べてる人たちだと思われてたんです。で、実際に見たら、イタリア人の半分以上あんまり魚食べないでしょ。そんな本当こですとない。ね。うん。
嫌いな人全然食べない。私も、ね、気がつきました。うん、だからなんか、どっちかというとやっぱヨーロッパ人っていうのは肉食人種だと思うんですよ。はいはいはい、で、魚介が豊富な海辺の町なんかでは確かに魚介食べますけども、あの都会とか山岳地帯なんか行ったら、魚なんてほとんど食べようとしない。そうですね、臭いとか、うん、あのイタリアでも港町にいたことあるんですよ。ペーザロっていうね。で、みんな聞いても魚あんま食べないんですよ。あれあれと思って、なんだ、魚料理どんなのあるのって言ったら、パン粉かけて焼くとかね、魚介のスープとかね、なんか蒸したような、蒸し煮にしたようなものとかが多くて、自分としてはイタリアに来れば、その本場の魚料理のバリエーションがすごく学べるって思ったんですよ。意外にそうでもないなっていうのと、はいはい、当時、日本では野菜は色をよくね、さっと火を入れて、見た目と食感を楽しむっていうのが常識だと思ってましたから、イタリアのちょっと地方とか、まあ、都会もそうですけども、例えばファジョリーニとかね、その豆なんかの、もうクタクタに炊くでしょ。で、色も全然飛んでしまってて、柔らかくなってる。で、うわ、なんだこれ、全然色合いとか考えないのかなって、すごい不思議に思ったんですよ。でも、後にはね、そうじゃないなと、ちょっと生っぽいカリカリっとしたような食感が果たして本当に必要なのか、まあ、生として食べるのは別だけども、やっぱりしっかり火を入れた美味しさっていうのがあるなって後で気がつきましたね。その時はついて当初はなんて魚料理のバリエーションが少ないで、あと野菜料理が何でもこう結構しっかり火を入れてクタクタに炊いたようなものばっかりじゃないかと、こんなのがイタリア料理なのって思いました。シェフとしては、ですから、イタリアにあるイタリア料理に、日本の料理人さんが手を加えたり、いろんなアイデアを、技術を使って、逆にイタリアの料理が日本で進化したということでしょうかね。イタリア料理は進化というか、ただ日本料理のテクニックを使えば美味しくなるというものではないので。はいはいはい、はい。それもそうですね。まあ考え方として、日本とイタリアでは料理の考え方が随分違うなと思いました。はい、で、を変える必要はないと思います。イタリア料理が美味しくないわけじゃない。ただ、うん、当時、日本で行われたイタリア料理というのは、野菜一つも日本とイタリアの野菜ってちょっと違うでしょ。水分の量とかね、アクの弱さ、日本の野菜ってあんまりアクもないし、っていう日本料理を作るのに向いた野菜なんですよ。で、イタリアの野菜はそのまま日本料理にするにはちょっと難しい野菜なんですよ。で、どっちが美味しいってことは言えないわけですよね。だから僕はそのイタリアの良さはそのままでいいと思うけれども、日本でやるんだったら日本の食材を使うわけだから、その日本の食材に合わせた調理方法をすればいいと思います。で、イタリア料理の本質というのは、そういうちょっとした食べのところにあるんではなくて、イタリア人がどのように食を楽しんでるかとか、どのようなものを美味しいと感じるかというところに本質はあるわけですね。で、調理というのは、基本的には、その素材に対して最適な調理を施すっていうことが大事です。最適っていうことね。その最適も時代とか国によって多少変わるんだけども、例えば、お肉をどんな風にしたら最適で呼べるかって言ったら、やっぱり柔らかくてジューシーで香りいいことでしょ。で、これはイタリアも日本も他の国も変わらないですよね。そうですよね。基本的に。どうやったらそうなるのか。これイタリアとか関係ないんですよ。料理にして、調理の技術としてどうやったら肉が最適になるのかな。あるいは野菜が最適な状態になるのかなっていうことを、これはどっちかというと日本で勉強しました。随分いろいろやりました。で、そうやって最適調理済みの食材ができますよね。はい、はい。これを一体どうやったらイタリア料理と呼べるものになるのかって考えたんですね。だから、そもそもポンテベキオの料理というのはイタリア料理ですけれども、そのままの形でイタリアにないものが多いんですよ。はい、はい、はい。で、その理由はその最適化をした食材がベースになってるから。で、その次に、大事なのは、イタリア人の考える
美味しさ、食慣習とか食の嗜好性ですよね。どんなもの美味しいとかね、どんなもの好き、どういう食べ方を今までしてきたのかっていうことを学ばなきゃいけない。これをイタリアに学ぶしかないんですよ。でつまりそれは辰本さんみたいにイタリアに長く住んでイタリア人をよく知るっていうことに多分近いと思います。そうするとその食材を加熱したり切ったりすることっていうのは国籍ないんですよ。うん、どこの国でも通用するから、どこの国の人が食べても美味しいと言えるものはあるはずなんですね。でもイタリア人は特に例えばトマト見たらオリーブオイルかけたくなるし、バジリコ添えたくなるしでね、そういうところあるじゃない。魚丸焼きするんだったらお腹にローズマリー詰めてオリーブオイル塗りながら焼くとかね、それイタリア人の嗜好なんですよね、はい、だからイタリア人の好きな香りとかこの食材にはこんな香りをつけるのが彼らは美味しいと感じてるんだなと。そうですね、好きですからね、そういうのもね。漠然とでも知れば、どこの国ででもイタリア料理を作れると。はいはいはい。イタリア料理という形があるんではなくて、イタリア人が好む、なんていうかな、その嗜好性みたいなものがイタリア料理なんじゃないかなと僕は考えました。話は180度変わりますけど、私と山根さんが再びミラノに会うことができたのが2015年の、はい、ミラノ万博でしたけども。もうそんな5年なのか。ええ、ですが、うん、あれから5年にもなりますけど、シェフがイタリアで修行されたのが84年とかでしょ。そうすると30年越しでまた帰ってこられたわけですよね。いや、もちろん何回か行ってますけど。何回かは来てはりますよね。はいはい、はいはい、でその頃の、イタリアで例えば日本料理ってそんなになかったですし、で、ね、30年後に来てみたらなんかあっちにもこっちにも寿司って書いてあるしというふうに、このイタリア全体がね、もうガラッと変わったと思うんですけども、その印象はどんな感じでしょうか。随分変わったなと思います、はい、でも大事なことは、例えば僕らが日本でイタリアするようにイタリア人がイタリアで日本料理を作るっていう時代が来るわけでしょ。はいはいはい。私もイタリア人だけどね、うん、最初はイタリア料理というのは世界中でイタリア人が作ってたんですよ。イタリアの移民の人が作ってたんですよ、うん、はいはいはい。日本だけ特殊で日本人がみんな作ってるイタリア料理って、だから最初イタリア人みんなびっくりしたんですよ。なんで日本人がイタリア料理作ってんの、美味しいわけない、美味しいわけないって言われた。で、これも美味しいんですよ。いや、僕は美味しいと思ってますよ。はいはい。だけど、その時代が変わって、今はもしかしたらイタリア人がイタリアで日本料理作る時代だと思うんですよね。はいはい。で、その時に、まあ、うん、僕が思うことは、日本人としてその料理を食べに行ったとします。はい。で、いろんな料理を作られると思う。だけど別に日本と全く同じに作ってくれなくてもいいです。はいはいはい。日本人のその嗜好性、日本人が培ってきた何か技術とか、美味しさの表現というものは学んでほしいけれども、素材も違うし、そのシェフの考える通り作ったらいいと思うんですよね。でもそこで大事にしてほしいことっていうのは、例えばその時にお茶が出てきます。そのお茶が日本のお茶として美味しくなきゃ嫌なんですよ。そうですね、それが例えば、だからそれは同じことを日本で言えて、エスプレッソがイタリアと全然違うねと、これエスプレッソじゃないよっていうものを出したくないんですよ、日本で。残念ですよね、そういうのね。そこが文化だから。文化で、それは僕らが日本でアレンジしたり変えちゃいけないところなんですよ、はいはい。料理全体を変えちゃいけないんじゃなくて、その例えばピッツァを作ります、日本で。ピッツァのその生地というか、どうありますよねとか、焼き方とかを変えて、これピッツァですよっていうのは、僕はなんか嘘ついてるみたいで嫌なんですよ。でも、はい、思い出したんですけども、ここでお茶を普通に入れるとですね、やっぱり、水道水だと特にですね、石灰が多いし、それだけで別物になってしまうんですよね。ですから、ミネラルウォーターで作ったりします。あ、それよくわかります。はい。だからそれは日本で、
エスプレッソが同じようになかなか出ないんですよ。水が違うから。軟水、ね、だからね、イタリアで作った方がエスプレッソ簡単に美味しくなるんですよ。なるほど。なるほど。それはどうしてね、イタリアのエスプレッソみたいなものを僕は作ろうとします。はい。ただ、全く一緒で、まあ、エスプレッソでなきゃいけませんよ。だけど、例えばミラノでね、きっといろんな人が気に入ってるカフェが5軒ぐらいあって、例えばここのエスプレッソが俺好きなんだよっていうのみんな持ってると思うね。そうですね。でも、そのうちのベストでなくても、それ好みがあるから、ベストでなくてもいい。だけど、はい、5軒の中の一つに入りたいんですよ。僕が作るエスプレッソが、イタリアに持ってってミラノのお客さんに、まあ、これはこれでいいねって言ってもらいたい。ピッツァもナポリ持ってって、ナポリのやつが、ナポリのやつはピッツァうるさいんですよ。だけど そこに入って、ここのピッツァちゃんといけてるねじゃないって言われるものをピッツァと称して日本で出すのは嫌なんですよ。ただ、魚料理とかは一緒のものはなくていいと思う。別に一緒でなくてもいいと思う。そういう感じですね。まだまだお聞きしたいことは山ほどあるんですけど、まあ、これは次回としてですね、ポンテベッキョさんで、初めて、食べに行きたいと、私もその一人になるんですけども、ポンテベッキョさんのおすすめは何でしょう？例えばワインとかそういった飲み物も含めて。ワインはもちろん、常時、そうですね、今だいぶ減らしたけど、でも1万本ぐらいありますよ。もう飲み頃を迎えているものが。たくさんあります。やっぱりソムリエさんに聞いた方がいいですよね。まあそうですね。でもリストも作ってますし、もしかしたらイタリアにないものまでありますよ。でしょうね。それはそうかもしれません。はい。それと、まあ料理としてはもちろん季節でも、ものすごく変わりますから、その時の食べてもらいたいけれども、はい、まあ僕はそればっかり売る気はなかったんだけども、うちの、シグニチャーディッシュって言われてる、料理は、じゃがいもの、ティンバルドですね。ティンバルド。あれはまあ、大体どの方にお出ししても喜んでもらえる、まあ、キャビア使った贅沢な料理だけど、僕は極めてイタリア料理的な料理だと思っています。ないんですけどね、イタリアには。私、ミラノ万博の時にお手伝いしに行かせてもらって、はい、ティンバルドを盛り付けをさせてもらって、こんな名誉なことはないんですけども、このキャビアの量が半端じゃないですからね。だから一皿にあんだけのキャビア見たことがなかったので、はい、本当にいい体験させてもらいました。あの時もね、僕はあのキャビアの、まあ、イタリアのメーカーのキャビア使ってるんですけども、はい、日本で僕が一番使うんですよ。業者の人が私が来たのを見てます。で、その時に、もうこのお客さんは世界一キャビアを買う人なのでって言って、その方がちょうどミラノで会えたのでっていうことを目の前で聞いたのを見てます。そうなんですよ。食べに来て、ね、光栄なことです。はい。あ、本当に嬉しかったです。はい。キャビアもそうですけど、オリーブ、まあ、トマトの一部もそうだしね。やっぱりイタリアのプロダクトっていうかね、プロドトレにやっぱりものすごく敬意を表します。で、そういう、はい、イタリアはね、むしろ、ただ普通に料理出してるとこよりも、その生産者ですね。はい、ものすごく優れてると思う。バッサーノ のホワイトアスパラもそうだしね、ワインもそうだし、その生ハム作ってるようなところもそうだし、本当に妥協せずにね、でそういうものがどんどん日本に入ってきて、それは使わせてもらってます。でそれを使わないと、やっぱり僕の考えるイタリア料理にならない。で彼らなくして、日本におけるイタリア料理というのはないというふうに断言できます。だからそれはもう本当感謝と、リスペクトですね、その、尊敬をします。うん、私も私なりに検索して、で、動画が見つかりまして、どうも私が住んでる近くなんです、ミラノの郊外のね。そこで白いチョウザメを取り寄せてるという。ああ、白チョウザメね。白チョウザメ。はい、でも、ストリオネビアンコというのはチョウザメの種類なんですね。それ以外にね、アルピノの、要するに。アルビノのチョウザメいるんですよ。はいはいはい。これはね、キャビアもね、黒くないんですよ。はい、動画で見ましたけど。金色みたいな色してる、ね。金色みたいなね。はいはい。高いんですよ。高いでしょうし、
めったに手に入らないでしょうしね、世界中でも。養殖されてます。はいはいはい。県ではね、もう本当に珍しいです。まずいないんですけど、それのだけ集めて、今養殖されてるもの、それでも随分高いんですけどね。それはイタリアで作られてますよ。僕見に行きましたもん。はい。はい。それから料理界っていうのはね、その珍しいものを、食べる人たちと、それから安ければいいという人たちとの格差っていうんですか、できたりしますか。ガストロノミーですから、ガストロノミコっていうのは、そういうもんですよ、はい。ただ、生命を維持するために食べるっていう食事と、まあ、いわゆる楽しみのために食べる食事っていうのは、ちょっと違うもんですよね。そうですね。はい、ただ、体を維持して生き延びるために食べるものの中にも、そのガストロノミーの、精神とかね、ガストロノミーの感じが少しは入らないと、やっぱり無機質なものになるでしょ。ただ、まあ食べれるよ。食べてて人間満足できないでしょ。だからそんな美食の限りを尽くすっていう食事が誰でもができるわけじゃないし、もちろん毎日食べれるわけでもないけれども、その、例えば車でもそうじゃないですか。みんなフェラーリ乗れるわけじゃないでしょ。あ、そうですね。乗りたいですね。フェラーリ素敵と思う気持ちはみんな持ってて、そういうなんかフェラーリ好きとかフェラーリ作れるような人が普通の車の生産に関わると、普通の車でもやっぱりちょっと楽しめる部分が出てくるというかね。そうですね。持ってないといけないと思いますよ。両方必要なんですね。私も自分でいろいろ調べながら、ポンテベッキョさんに、今度お食事行けるときは楽しみにしています。ぜひ来てください。はい。また、はい、たくさん質問したいことあるんですけど、これは次回ということで、今回はありがとうございました。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。またお願いします。はい。じゃあ。